1943年8月1日から1944年12月31日の東部戦線。戦線がバルト海に到達したため、ドイツ本国から分断された白い部分がクールラントポケットとなった。クールラントから避難する人々。クールラントポケット、またはクールラント共闘補は第二次世界大戦、独組戦において行われた戦闘である。 ソビエト赤軍第1バルト方面軍集団はメーメル近郊でバルト海に到達し、ドイツ国防軍北方軍集団はラトビアのクールラント半島のリエパーやカラツークムの間で包囲された。1945年1月25日に、そして1945年5月8日、ドイツ軍の他の部隊と共に降伏した。 クールラント地域はロシア革命後の1918年に独立を宣言したラトビア共和国の一部となったが、1940年にラトビアがソビエト連邦により併合されると、同地域もラトビアソビエト社会主義共和国の一部としてソ連領に編入された。1941年、バルバロッサ作戦が開始されナチスドイツが侵攻し、北方軍集団は、 クールラント半島及びその周辺当初を含むラトビア全土を占領、さらに北進し、2年間にわたりレニングラードを攻撃したが、結局、果たせなかった。以後、ソビエト赤軍による反撃の準備が進められていた。1944年6月22日、ソビエト赤軍は白ロシア攻略を目標とするバグラチオン作戦を発動させた。この作戦は白、 ロシアソビエト社会主義共和国の地域からドイツ軍を追い出すことを目的としていた。バグラチオン作戦はドイツ中央軍集団を撃破し、多大なる成功を収め、1944年8月29日に終了したが、作戦の最終段階においてソ連軍はバルト海へ進撃、そこでドイツ北方軍集団と中央軍集団を分断した。バグラチオン作戦終了後、 戦線を元に戻すべく、ドイツ軍は攻勢を仕掛けたが、ソビエト赤軍の進撃は止まらなかった。作戦目的は、メーメルを占領することにより、ドイツ北方軍集団を孤立させるというものであった。10月9日、メーメル近郊で、ソビエト赤軍はドイツ第三総攻軍を撃破し、バルト海に至った。そのため、北方軍集団と中央軍集団は分断された。 ドイツ国防軍陸軍参謀総長、ハインツグ・デイリアンは、即刻、軍を撤収させ、ソ連軍が迫る中央ヨーロッパに配備し直すべきだと、主張した。しかし、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラーはこれを拒絶、クールラントとエストニアのヒーウマージマ、サーレマージマを保持するよう命令を下し、バルト海沿岸にある、ドイツ海軍の潜水艦基地を保護することを、重要視した。 ヒトラーはまだ戦争に勝利する可能性があると信じており、5月に一番艦が完成した新型油膜と21型で大西洋での戦いに勝利し、西部戦線の連合軍の補給を弱らせ、撃退しようと考えていた。この提案では攻撃の中心をクールラント軍集団に置き、東部戦線に戦力を集中させるものだった。ヒトラーが軍の撤退を拒否したことにより、 クールラントで包囲された軍は再編成され、およそ20万の将兵が25個師団に再編成、第16軍、第18軍が創設された。包囲されたとはいえ、彼らは未だソビエト赤軍の北方側面における脅威であった。1944年10月10日から1945年4月4日までの間に大規模な戦闘は6回発生している。 メーメル攻略作戦によるバルト海沿岸攻略作戦でクールランドポケットが形成されたことが1回目ソビエト赤軍によるバルト海攻略作戦が2回目となる1944年10月15日から22日の間15日ソビエト赤軍は重砲による準備砲撃後の午前10時リガ攻略作戦を開始ドイツ第15軍に攻撃を開始した 10月11日、ヒトラーは、軍集団司令官、フェルディナント・シルナー上級大将に、リーガからの撤退を許可。リーガは13日に、ソビエト赤軍第三バルト方面軍に占領された。その後、戦線は、北方軍集団が、クールラント半島に孤立する形で安定した。1944年10月27日から11月25日、ソビエト赤軍が、 スクルンダサルドゥス艦を含む戦線で52個師団による同時攻撃で正面突破を図った。ソビエト赤軍第一バルト方面軍、第2バルト方面軍はクールラント半島での包囲を開始、そこで激しい攻防戦が生じた。ラトビアで行われたこの戦闘について、当のラトビア人も無関係ではありえない。ソビエト赤軍第2バルト方面軍の第22軍に所属する。 ラトビア第130狙撃兵軍団には、ラトビア人で編成された2個狙撃兵士団が所属しており、それに対して、ドイツ軍にもラトビア人で構成された第 19SS 武装的弾兵士団が存在していた。 1944年12月23日から1944年12月31日まで1945年1月23日から1945年2月3日まで1945年2月12日から1945年2月19日まで1945年,19 19年,19 19年3月17日から1945年4月4日まで1945年1月 5月15日、北方軍集団は、ロタール・レンデリック上級大将のも、クールラント軍集団と改名された。欧州大戦が終了するまで、クールラント軍集団は、クールランド半島で包囲されたままであった。5月8日、ヒトラーの自殺により、ドイツ大統領となったカール・デイニッツは、クールラント軍集団最後の司令官、カール・ヒルペルト上級大将に対して、ソビエト赤軍に降伏する。 要命令、ヒルペルトと指揮下の軍司令部要員は、レニングラード方面軍司令官、レオニード・コボロフ元帥に降伏した。この時点における、軍集団の残存兵力は、27個師団と1個旅団であった。同日、ラウザー将軍は、より有利な降伏条件を得ることに成功した。翌9日から、ソ連軍は、クールラント軍集団の司令部要員の尋問と、 一般将兵の捕虜収容を開始した。5月12日までに約13万5千名が降伏し、捕虜収容は5月23日に完了した。バルト海戦区全体で約18万名のドイツ軍将兵が捕虜となり、その大半は、まずバル大給料の捕虜収容所へ送られた。ドイツ、ラトビア、ソ連の記録によると、戦いの特徴を及び、 ソビエト赤軍の戦略目的について、それぞれ異論が存在する。ソ連の記録によると、北方軍集団を孤立させる、際の戦闘で死傷者の数が少ない原因は、敵の首都を陥落させるビスワオデル川ベルリン方面の攻勢を戦略的に重視したためで、あり、北方軍集団は、クールラント半島に閉じ込められるに止められたとしている。閉鎖に当たったソ連軍部隊も、 基本的に防衛を重視しており、戦闘はドイツ軍が突破を図った時に限られ、積極的にクールラントポケットを。ラトビアのインスイクロープディアによると、ソビエト赤軍の命令はクールラントの占領に大きく作用したとしている。特にクールラントは第一次世界大戦中のロシア革命において、ラトビア人がラトビアをボルシェビキから取り返すにあたり、上陸した地点であり、 ラトビア人にとっては重要な地点であった。ラトビアの記録によれば、ソビート赤軍は、クールランド軍集団を殲滅するために6回の攻撃を行ったが、失敗に終わったとしている。ラトビアの記録では、ソ連の指導者で、軍最高指揮官のスターリンが、クールランド半島へ旅重なる攻撃を命じ、その損失は無視された、ともされている。3月16日における、 ドイツの公式記録によると、ソビエト赤軍は、クールラント半島における5回の戦闘で死傷者、捕虜、約32万人、2388両の戦車、659機の航空機、900本の方、1440丁の機関銃を失ったとされる。ソビエト赤軍は6回目と最後の戦いで捕虜となった、将兵。 553名と7万4000人を失ったと推定しており、合計で捕虜、死傷者、約39万名となる。ソ連の記録によると、28名の召喚と後083名の高級将校を含む14万6000名のドイツ人とラトビア人将兵が捕虜になり、ソ連内陸部の捕虜収容所へ送られ数年を過ごしたとされる。現代の研究者は、 その数を20万名以上と見積もっている。42名の召喚を含む189,112名のドイツ人将兵と約14,000名のラトビア人将兵がそこに含まれる。ヒルペルト将軍は捕虜収容所において1947年に死亡した。ラトビア人将兵の残党は森の兄弟として戦い続けた。ソ連は彼らを相当するために 16から60歳までのありがとうございます。